皆さんよろしくお願いします。私はライフサイエンス統合データベースセンターで特任准教授をしております川本と申します。今日は、雪の日じゃなくてよかったんですけど、ちょっと午後から雨かなということで、私たちの、職場が会場ということで、ちょっとセンターの説明をさせていただきたいと思います。私たち のライフサイエンス統合データベースセンターなんですけれども、こういう、ウェブサイトがあります。で、ここ東大なんで東大のセンターかなって感じなんですけど、実は曲がりをしているだけでございまして、こちらにあります、大学共同利用機関法人情報システム研究機構というところの、一組織でございます。で、それはちょっとお手元にパンフレット、立派なパンフレットをお配りしたんですけれども、この大学利用機関、大学の法人化に伴って、大学じゃなくてもともと研究所として自立してやっていた、国立極地研究所、南極南極研究のところですね。で、情報学研究所、統計数理研究所、あと生命科学では一番関係の深い国立遺伝学研究所っていう、この4つが合わさってできた法人です。で、そこに平成19年からなんですけれども、私たちの、ライフサイエンス統合データベースセンターが、一つの、機構の直轄のセンターとして加わりました。で、なんでこのセンターができたかなんですけれども、ちょうど平成18年が、半年ぐらい準備期間があったんですけれども、平成19年から文科省で、今もその生命科学はたくさんデータが出てきている。で、それに伴ってもちろんデータベースもそのアウトプットの一つとしてたくさん作られてたんですけれども、全部が個別バラバラで使いにくいと。で、そういう状況だったら、研究者も研究者でもそれが使いづらいという状況があるのに、産業界ですとか他のところにそういうせっかくの成果がですね還元できないだろうということで、やはり何とかしなきゃいけないというので始まったのがこのプロジェクトですね。で、さっき NBDC の説明がありましたけれども、このプロジェクトはその後、JST の方に引き継がれてやっています。で、これはその当時のホームページで、残念ながらここに赤く終了しましたと書いてあるんですけど、このホームページもですね、今まだあるんですけれども、プロジェクト終わっちゃったらもう更新もされないという残念な、それは私たちに責任があるんですけれども、こういうことのサステナビリティ、ウェブサイトもデータだと思えば、そんなこともなんとか改善していけたらいいなと思っています。で、22年まではここでやって、今日これからお話しするのは実はこの期間からずっと脈々と開発を続けてきたものの、サービスを皆さんにご紹介したいと思っています。で、今年の平成23年から3年度からNBDC の中の、基盤技術開発プログラムっていう名前で私たちは活動を続けています。で、この基盤技術開発プログラムなんですけれども、先ほど NBDC の方が国内のデータベース統合について責任を持ってやるということで、私たちはその NBDC の統合事業を、いろんなプログラムを開発したり、あとコンテンツを作ったりして基盤的に支えていこうという活動をしています。で、その活用なんですが、大規模データ、例えば今だと次世代シーケンスから出てくる大量のデータを、使いやすいように、あんなのはその自分がデータ出す人しか使わん、自分がデータを出して自分のデータしか解析しないっていう
のだけではやっぱりもったいないわけですね。あのいろんなあの二度あの同じものを何度も何度も繰り返しあの研究費つけて研究するなんてことにもなりかねません。で、あのそういうことを避けるっていう意味でもまたあの一人の実験研究者がその世の中の公共データベースにある貴重なデータを使ってさらにその自分の実験の役に立てようということで、こういう利用技術の開発をしています。まあそれ以外はあのセマンティックウェブ技術というあのまあこれは前からウェブのそのウェブを作ったティム・バーナーズ・リーという人がもともと提唱している、その今だとあのウェブの中のデータというのはあの人間があの目で読んでちゃんとその知識を持ってあの読めばこれはどういうことが書いてあるかっていうのが分かるんですけれども、それだとやっぱりもう今のそのデータ量はあのその人間の解釈だけでは追いつきません。ですので、コンピューターがそのどのページを見てもどこに何が書いてあるか分かるように、でそれが引いてはそれを使う人間がよりあのよくデータを探せるようにっていうことで、そういう技術を書いて開発しています。で、まあ、このセマンティックウェブ技術を用いて今、まあ、たくさんあるデータベースをあのそれぞれあの情報をつないでいって、あの一つあるキーワードで探したら、まあ、芋づる式にいろんなあの情報を、得ることができるようなあの技術の開発をしています。で、あのまあ、それを支えるのがオントロジーや自然言語処理技術の開発であったり、データベースの構築を支えるのがアノテーションやキュレーションの活動であったり、さまざまなコンテンツの開発であったりしています。で今はこういうことをやっています。で、私たち の, あのサービスどこからあの見れるかというと、この統合ホームページからということになります。これはあの前 の, そのさっき言った22年までのプロジェクトであの作ったウェブサイトなんですが、まあ今もこれはあのメンテナンスしておりまして、あの一部のサービスがあの NBDC とあの共存でやってますけれども、ここに来ていただくと、今日あのご紹介する、サービスは全て見ることができます。ではちょっとこれからちょっと若干手もあの使いながら説明したいと思いますので、このサイトに行ってみてください。で、lifesciencedb.jp とタイプしていただきますか、そうか、まあ検索を利用して統合データベース LSDBDBCLS とかで売ってもらうといいかもしれません。あと公衆用の Mac ですとお気に入りからいけるかもしれません。とにかく、今これが出る状態にしていただけると助かります。いかがでしょうか、 lifesciencedb.jp。 ちょっと長いんですね、この URL がね。 URL も最近はどんどん短くなればいいというあれなんで、まあ、lsdb.jp とかでも、まあ、どんどん変わるのもあれなので一応これを看板にしています。じゃあこれを打ってあの表示をしてください。で、まあ、あのお代わりになったら多分、これを、まあ、この今日 の, あの資料あのアップするんですけれども、 Google 検索で統合データベースと、検索していただきますと今トップに来ますので、そのページを開けていただいたらいいかなと思います。あとこの DBCLS の統合うちのセンターのホームページからのリンクもあります。では皆さんこのページが出たという前提で、お話をします。で、そのページにはもちろんいろいろ実際の、自分のデータを使って解析をするというようなサービスもあるんですが、実は私たちの活動で特徴があるのがこういったコンテンツです。でこれはですね言うなれば研究者それぞれの皆さん研究されている立場の研究者がその他のいっぱいのその生命科学の研究とをつなぐ、また、その研究と社会をつなぐ、またそれで研究者と社会もつながるというようなコンテンツになっています。で、今日は全部は紹介できないんですが、この統合テレビと、ファーストオーサーズというのを簡単に説明します。で、
ブラウザーからいきますとですね、このね、ちょっとすいません、ここの分類がなかなか今日ちょっと説明する時間がないんですけれども、必ずどこかにあるんですが、今日覚えてたものをこの中にたら必ずどこかにありますが、新着論文レビューというのはこの中の、このポータルというメニューの中にあります。ここですね、ライフサイエンス新着論文レビュー、これをクリックしてください。あとこちらに人気のサービスはバナーがあるので、ここを見て、押してもらってもいいかもしれません。でこれはお手元にお配りしたこのリーフレットにちょっと説明が書いてありますけれども、ネイチャーとかセルとかサイエンス、いわゆるもう憧れのトップジャーナルですけれども、日本は、最近そういう論文の国際貢献度が下がっているとはいえ、やはりすごく頑張って研究者の皆さん出されているんですね。でここにありますようにトップジャーナルに掲載された20誌ですかね、対象は20誌を対象にして、日本人が著者の場合にその著者の先生とラストオーサーの先生に直接うちの飯田がコンタクトを取りまして、こういうレビューですね、創設を、その論文に関する創設を書いてくださいというふうに、お願いしています。で、このページをずっと下がっていっていただきますと、ここにジャーナル別というところがありますね。でこれを見ていただきますと、それぞれのジャーナルに、投稿された何件ぐらいその、このレビューがあるかっていうのが分かります。この一番じゃあ上の、セル、有名なセルをクリックしますと、これまでその日本人がオーサーで、セルに投稿、ファーストオーサーでセルに投稿されたもので、著者の先生がじゃあ書きますよと言ってくれたものはこちらから全部見えることになります。もちろんこの中を、検索する場合はキーワードで検索する口もついています。でこれなんですけれども、もちろんものすごく分かりやすく書かれているんですね。著者本人が何しろ書いてますんで、しかもこのファーストオーサーの売りは、論文が出版されてからほぼ今平均25日ぐらいで、ここに掲載されてますので、今ホットな話題のものをこういうふうに日本語で読むことができます。またすごく綺麗な図表が、ついてまして、こういったこともちょっと知らない分野のことなんかこれを読むとすごく分かります。であともう一ついいことが、今日来られている中で教員の方も多いと思いますが、先ほどちょっとライセンスのことをがありましたけれども、 CC by ライセンスですので、ここにある文章、それから絵、全てこのクレジット、これは、ここですね、この村上先生のクレジットで CC by ですよっていうのを書いていただくと、自分の、プレゼン、また著作物に、使っていただくことができます。普通は出版社が出している図表っていちいち出版社に電話をして尋ねて使ってよろしいか、場合によってはダメと言われますけれども、これの場合は使っていただいて結構です。しかも CC by ですので、商用に使っても OK なんですね。これが CC ライセンスの場合、商用は不可、非営利っていうような種類のライセンスもありますので、このライセンスを見たら一応そこは注意して、これがついているものがどれなのかっていうのはよく見てからお使いいただけるといいかなと思います。で、これがその研究者が出す、データと、いろんなものをつなぐコンテンツの一つになります。で次のコンテンツなんですけれども、これが統合テレビという、生命科学分野の有用なデータベースやウェブツールの活用法を動画で紹介するウェブサイトです。で、2007年に開始したんですけれども、今通算で564の動画を制作公開しました。でそれぞれ更新も含んでいるのであれなんですけれども、
こういう今日みたいなあの統合プロジェクトでやった講演動画や講習会の動画もここから公開されてます。でこれなんですけど、後でちょっとあの実物をお見せしますけれども、あのうちのスタッフと、DBCLS に来ているあのリサーチアシスタントさん、まあ、関東近郊の大学の、学部の方、大学院生の方が非常に大きな戦力で、これを、まあ、この、ね、564本という動画ですから、彼らが大きな戦力になって、おります。でちょっとそれを先にあのご紹介しておくと、この今日3月、2日ですけれども、3月16日に、もう一度あのこのここで講習会がございます。でそれはあの第3回統合牧場収穫祭って名付けてるんですけれども、これがあのリサーチアシスタントさんたちがその自分たちのここでのリサーチアシスタント活動を紹介するページなんですけれども、次の、講習会は、今度あの4月から例えばここであのリサーチアシスタントとしてアルバイトすることと生命科学に興味のある方で、主に生命学部生、大学院生を対象に開催しますので、教員の先生方は身近な学生さんにもしご紹介していただければ嬉しいですし、学生の方はぜひこちらにご参加ください。で、さっきみたいなその動画の解説が、まあ、なんで必要かというのなんですが、まあ、これ生命科学のデータベースの歴史っていうのを1枚作ったんですけれども、もともと1920世紀はアミノ酸配列のデータベースから始まって、次に有名なゼンバンク、塩基配列のデータベースは、まあ、これ1982年ですね、最初にできた。で、タンパク質の立体構造のデータベース、PDB は1971年で、あと、まあ、私たちが、まあ、日々お世話になっているパブメド、のもと、まあ、メドラインとかですね、それがオンラインになったりしたのが1900オンラインになったのが71年なんですね。で20世紀っていうのは、まあ、本当にこの、まあ、4つぐらいの主要なデータベースを使いこなすことで、で過ぎてきたんですけれども、まあ、ゲノムが出たりオミックス の解析が進んだりっていうことで、まあ、現在はより多様で複雑なデータベースやツールを使いこなさなきゃいけません。で全てを使いこなすことは困難になっておりますので、例えばこういう、まあ、代表的なものだけでもこんな風にありますので、まあ、これらを その使い方っていうのを先ほどの動画でいろいろ知ることができるわけです、でもまあ今日の講習会たまたまなんですけれども、この代表的なデータベースの、ジェンバックエンブル DDB でこれ午後に解説がありますし、PDB の解説もありますし、あれケグないのかな、ケグある、パスウェイ有名なケグ、今日の講習会はですので、こういう世界的にも代表的なデータベースが網羅されているということで、午後もこうご期待ということで、よろしくお願いします。で、統合テレビ500何十も番組がありますので、実はこういうまとめサイトがございます。じゃあこちらにちょっと進んでみましょう。でブラウザーのですね、こちらの、さっきのバナーですね、バナーに統合テレビというところがあるので、こちらをクリックしていただきますと、これが日々統合テレビが、公開されるまあブログのシステムなんですけれども、ここは一応ここに分類がございますが、これをより人手でキュレートして使いやすくしたのがここにあるこのバナーですね。ここにある、統合テレビキュレーティッドです。で、こちらに行きますと、そのたくさんあるこの
動画化を目的別に、検索することができるんですね。で、あの今もう好きなやつをクリックして見ていただいても構わないんですけれども、今日の、講習会的にはですね、例えばこういうことをしたい場合、研究対象の生物種、まあ自分が研究している、バクテリア、例えば他の、こうあの何でもいいですわ、何でもいいんですけれども、その生物種の配列、最近あの誰でも簡単に、たくさんの配列自分の手にすることができるようになりました。でなんですけれども、それを他の生物種のゲノムに対して相同性検索をしたい、こういうことはすごくよくあることだと思うんで、あの一般的にあの NCBI だとかあのアンサンブルだとか行くと、あの著名なあの、生物についてはあのすごく丁寧にアノテーションキュレーションされて情報もリッチについていることもありますが、新しいものと新しいものを比べる、まあ古いものでも新しいものと比べるというようなことをしたいわけですが、それを例えばウェブであの網羅的にものすごくあの簡単にできるようなものは残念ながら今のところは、ないと思います。ただし実は自分たち の, あのこの使ってるこういうので、まあ、あのもちろん、ターゲットのあれに性質にもよるんですが、 Mac とかであの自分でこういうことはもうできるんですね。それを解説したのがこの一連の動画です。でこれは先ほどの統合テレビキュレーティッドの中のこちらの目的別の中にあるゲノム拡散配列構造解析で自分のマシンでブラスト検索をするっていうところを見ていただきますと、Mac でこういったことをブラストでするための、インストールの仕方、実行の仕方っていうのが、すごく丁寧に紹介されてます。で Windows 版もあります。でまああの今回時間限られてるんでちょっとだけその、どんな風になっているかをお見せしますが、ゲノム拡散配列をクリックしますと、こちらに、自分のマシンでブラスト検索をするっていうのがもうまとめられていますので、こちらでそのじゃあインストールの仕方はどうかなっていうのをクリックしていただくと、あ、来た。こういうここに一連の解説があります。で、下にこういうのがありますので、こちらを見てみますけれども、見れるかな、あ、見れた見れた。でこれの場合はそのブラストをダウンロード、プログラムをダウンロードしなくてはいけませんから、じゃあどうやって探すかっていうところから教えてくれています。でこの場合はブラストプラスというふうにあれしますと、お、一発目に来るんですけれども、ここをクリックしてダウンロードを進めていきましょうということを、まあこういうふうに、吹き出しと、まあそのあんまり長すぎず短すぎず本当に程よいペースで教えていただけるので、教えてもらえるので、この動画を見ながら、初心者の方でも、ローカルな環境を、構築できるようになっています。でもちろんこの動画のを通しで1日長い講習会、うちだけで講習会やるときはこれを皆さん一斉にやってもらったらいいんですけれども、まあ今日はすいません、この動画があるよっていうことで、この解説は終了させていただきます。でこの動画なんですが、いろいろ便利なところがあって、例えばこの途中から見たいなんていうこともありますので、例えば配列を検索するためにターミナルを起動するというところをしますと、さっきの動画がその箇所から、再生されますので、自分の見たいところだけをやるということも、可能になっています。でこのブラストに限って、ローカルブラストに限って言いますと、ちょっとこういうやっぱりターミナルを使う、コマンドを打ち込むということが必要になってくるんですけれども、もし今こういうことをされてない方、ぜひ一度これ見てやっていただくと、あ、簡単じゃんっていうことで世界が広がると思うので、やっていただきたいなと思います。
じゃあちょっとこちらに戻りますけれども、時間がどんどんなくなっていく。で、まあ他の、活用例、たくさん世の中データベースがあると言いましたから、そのデータベースってやっぱりそのどういうふうにデータが集められてどういうふうに表示がされてるかっていうのを、そのやっぱ専門分野で長いとなかなかわからないんですね。こういうレフセックとかユニジーンとかっていうのは NCBI の中の有名なあのデータベースですけれども、それでもやっぱりこれの成り立ちを知ってないとなかなかあの使いこなすことは難しいと思います。で、ですのでこういうのに関しても先ほどの統合テレビを見ていただいて、例えばその配列の中から最も代表としてふさわしいものが目で見て選ばれているんだけれども、じゃあどうやって検索するかっていうことを、解説されています。あ、ごめんなさい。で、じゃあまあここでその、レフセックやあの NCBI やあの他のサービスを使って、配列を検索するっていうことはよくあるんですけれども、私たちもより実験の、研究をされている皆さんに、便利なサービスをいろいろ開発しておりまして、その一つを今日は、ご紹介します。これもあの手元のこの紙に1枚配りましたけれども、統合遺伝子検索、ググルナというのがあります。これはですね、キーワードとかあとプライマーの配列とかから、レフセックというその NCBI が作ってる、代表配列を集めた、データベースを非常に高速にしかも便利に、検索をするサービスです。でこれはいろいろ簡単にお試しできるようになってますので、皆さんでやってみましょう。でこれがですね、どこから行こうかな。これはどこから行くかというとですね、ちょっとさっき自分で使ってて思ったんですけれども、このページにですね、あ、Google なって Google で検索してくれてもいいんですけれども、LSDB ラブってちょっと控えめな項目があります。あのこちらはもし分かりましたら、この基盤技術開発っていうカテゴリーの LSDB ラブっていうのを、クリックしてみてください。こちらですね、あのもうどんどんあの開発中で、あのバージョンがあのどんどん変わるホットなやつを集めて、あのこちらで開発あの公開してるんですが、ここに、統合遺伝子検索、Googleなというのがあります。で、これはですね、あのここにあのお試しのボタンがついてますので、いろいろ検索してもらったら押してもらったらいいんですけれども、例えば私、実験の時にプライマーを作りました。でこのプライマーを作ったんだけれども、本当に自分の欲しい遺伝子だけにマッチするかっていうようなことを、知りたいと思います。そうすると、この塩基配列を検索ということでここを押していただきますと、あ、もう一瞬で答えが返ってくるんですね。つまり、この12足らずの、配列を持ったものがそのレフセックの、人の遺伝子のコレクションの中でこれだけのものに、なんと当たってしまいました。まあもちろん12ベースなんでこれぐらい当たるのかなと思うんですけれども、まあ、こうして自分の持っているプライマーを検索していただくとこういうようなことが、分かります。普通NCBI なんかでこういう短い配列を検索するとなかなかもういろんなものに当たっちゃって、で見方も難しいですし、ぜひこれをお使いになることをお勧めします。ちなみに、まあ、この配列はこういうふうに当たってるんですけれども、例えばじゃあこの一つ一番どれでもいいや何かを見ますと、まあ、配列のどの部分に当たったかっていうのがハイライトされて表示されますし、これは NCBI の、レフセックのなんで、これはどういう、遺伝子です、誰が見つけましたかっていうようなことも、リファレンスもずっと歴史として書いてありますし、今ですと
あれも書いてスニップの情報もありますよね。スニップの情報も、こういうふうに書かれてますので、自分が研究している研究したい対象についてやっぱり徹底的に知りたいということは、もうこれをぐっとこう眺めて気の済むまでも納得いくまでやらないとダメだと思います。で、先ほどのグフルナいろいろこれ押していただいたらいいんですが、例えばRNAi の実験のプライマーを作りたいという配列を作りたいという時は、ミスマッチがあると他の関係ない遺伝子まで阻害しちゃうということで、ミスマッチを許したくないんですけれども、まあ、それを検索するために例えば、ミスマッチのあるものまで探しましょうということで、こういうところを押していただくと、そういう使い方もできるということで、いろいろ見ていただけるんじゃないかと思います。で、今日ちょっと時間がないんですけど、この辺に実はこれはどこからどこに当たっているとか、あと他の、データベースへのリンクもあるので、いろいろこう調査を広げていけるという作りになってまして、こちらの、ヘルプを見ていただくか、あと先ほどの統合テレビがありますので、そちらを見ていただくといいかもしれません。でこれがグーグルナの紹介になりました。ですね。でここまでデータベースやツールをどう使うかで、データベースがだいたい分かりにくいんですけども、それを少しでもこの障壁をなくそうというようなサービスを紹介したんですが、次にちょっと紹介してさせていただくのが、自分でじゃあ今度はデータベースを作って公開しましょうということができるサービスです。これ統合 DB というんですけれども、データベースホスティングサービスって言ってますけれども、よく生命科学の研究者ほとんどエクセルでいろいろやってると思います。でさっき調べもしたようなことだって、例えば自分がやってる対象にしてる遺伝子一覧に横にいろんな情報をつけたようなエクセル皆さんお持ちだと思うんですね。それを普通何で公開するかな、最近だとその Google ドック使ったりいろいろ公開の手段はあるんですが、これはやはり生命科学に特化した形で DB を公開し、しかも実はたった5分ぐらいでできるんですね。今からそれちょっとやってみたいと思うんですけれども、サンプルのデータとあとサンプルの ID が用意されてるんで、もしよかったら皆さんで一緒にやりましょう。で簡単に言うと手順を説明しますと、ログインをします。で自分が作るデータベースの名前を、つけます。で、アップロードするデータを選びます。でテーブルの形を決めます。で、公開というボタンを押すと、もうウェブで URL がついた形で、公開できるようになります。でこれもちょっと先ほどの LSDB のページから、辿っていきましょう。で、ちょっと一つ、お詫びというかご注意があるんですけれども、これはですね、基盤技術開発のここにあります。で、さっき畑中先生が紹介されてたアーカイブの仕組みがこの統合 DB 作ってるんですが、これが今アーカイブが統合 DB というのに載ってるんですが、統合 DB2 というより機能を良くしたバージョンを、今作りました。でまだこれ完全に公開してないので今日この講習会を限定にここをリンクをつけてますけれども、講習会終わりましたらこのリンク一応削ります。でまた改めて多分4月になったら新バージョンになりましたっていうお知らせしますので、申し訳ありませんが、今日はちょっと限定ということでこの統合 DB2 の方を押していただければ、いいと思います。でそうするとこういうページが現れます。でここにクイックスタートって書いてあるんですけれども、クイックスタートのですね、普通は自分で本格的に使うときはアカウントを OpenID というやつで取ってください。
これまあ、あのオープン ID というのは私たちの DBCLS のサービスを共通してこの1回の1つの、ログインだけで共通で使えるという仕組みです。最近は Google や Yahoo もそういうふうになってますけれども、使って、ただ今日はゲストアカウントでトライアルできるのでそれをやってみたいと思います。そうすると、この2番のログイントゥーザ統合 DB システムっていうところを、すいません、サンプルファイルをダウンロードしなきゃいけないんですけど、そうするとここにゲストっていうところがあるので、このゲストっていうのを、押すと、サインということで、あれこんなん鳴ってます？皆さん鳴ってます？あ、鳴りました。そうすると、でなんですけど、自分が今からアップロードするデータを用意しなきゃいけないんですけど、ちょっと戻ってもらっていいですかね。統合 DB、 この上に統合 DB というところを押してもらうと、ここにサンプルファイルっていうのがあるんで、これちょっともしいけそうだったら押してダウンロードしてください。ダウンロードが始まると思います。そんなに時間かからないかな。そうですね。でこれのデータなんですが、いわゆるカンマ区切りっていうエクセルで作ったものをカンマ区切り形式で保存してください。エクセルそのままではアップロードできないし、タブ区切りでも無理なので、今のところ CSV カンマ区切りっていう形式でお願いをいたします。でこれをダウンロードするとですね、どんなファイルかというと、ダウンロード、これか。まあこういう形式なの。皆さんちょっと特に今回は試しなんで見なくてもいいんですけれども、オーガニズムの、生物種の3つの記号があって、タキソノミー ID があって、キングダムがあって、オーガニズムのネームがあって、そのゲノムサイズが書いてあって、遺伝タンパク質の、数が書いてあって、遺伝子のこういうサンプルデータを用意してあります。じゃあこれを、さっきの、これに、入れてみることにしましょう。でもし、この状態までいっていたら、この右の上のクリエイトっていうところを押すんですね。クリエイトをします。そうするとデータベースネームをつけましょうっていうところが来るので、例えば私だったら何でもいいですよ。今日はテストなんで川本、0301とかってしますね。でこれここでデータベースネームつけるの実は重要で、このあと URL にこれが含まれますので、皆さんもし自分で本気で作りたいなって思うときはかっこいい名前を考えてください。で、これを OK すると、さっきのファイル、ファイルアップロードする画面が出ます。で、ちょっと説明少ないんですけど、このボタンを、青いボタンを押してもらうと、ファイルをアップロードできますので、もし使い慣れてないパソコンで申し訳ないんですけども、できるようでしたらちょっと自分でやってみてください。でここに指定したファイル名が来るので、これでアップロードと押すと、アップロードが終わりました。で割と早いですね。でさっきのファイルの、1行目をこのヘッダーに使いますか、それともヘッダーに使いませんかっていうのが、聞きます。大抵はまあヘッダーに使った方がいいんですけれども、これは後からでも変更が効きますので、とりあえずこのイエスっていうところを押してみましょう。で、
そうするとこれはちょっとまあデータベースの設定画面なので、普通はあんまり凝った使い方をしないときはここはこのままで、結構です。でもうこれでクリエイトテーブルっていうのを押していただくとですね、なんとデータベースができちゃうんですね。で今インポートデータ、さっきの、サンプルデータ1700行ぐらいあるんですけど、すぐに、できます。でできますと一応すぐ現れるんじゃなくて、じゃあ設定しましょうって、もうちょっとアドバンスに設定しましょうっていうことでコンフィグっていうところを押してもらうと、こういう設定画面ができます。でちょっとだけ設定の重要なところは後で言いますけれども、もう基本この上のこの青いところが、できたデータベースが見れます。ここをクリックすると、さっきアップロードした自分のデータがこんな風な形になって、あと URL がこういう感じですね。これちょっとまだもしかしたら変わるかもしれませんけども、自分のデータベース名が、ついた形だから、この DBCLS にホストされたゲスト川本0301っていう名前のデータベースとして、公開することができます。でこの公開なんですけれども、自分だけしか見ない、あと自分と関係者しか見ない、それから全世界が見てもいいっていう、いろいろそれは設定できますので、やってみてください。でこれの便利なところはですね、一つ いろいろが便利なところがあるんですけれども、今回一つだけあれしますと、その設定画面の下にカラムの設定というところが出るんですけれども、ここにデータのタイプっていうのがあります。で私たちいろいろ遺伝子の ID とかタンパクの ID とかで仕事しますので、例えばこれの場合はタキソノミー ID です。これは生物種 の, ID、 タキソノミー ID っていう、ここはこのカラムのデータはタキソノミー ID ですよ。あとですね、文献のパブメド ID っていうのもよく使うと思うんですけども、どこにあったかな、このサンプルデータの場合はここに PubMed ID が入ってるんですが、リファレンスのところはこれは、PubMed ID ですよっていうふうに指定しますね。で指定して、何か変更を加えたときはアップデートをしてください。左下にアップデートボタンがありますので、アップデートって押しますと、もう一瞬にしてアップデートされるんですけれども、さっきのやつもう一回、リロードというかクリックしてみますと、さっきはリンクなかったんですけれども、今の一回の手間だけで、実際このヘモフィルスインフルエンザの、タキソン情報、これユニプロットを今使ってますが、この生物種情報にリンクしますし、パブメド、ちょっと待ってくださいね、リファレンスどこ行ったかなと、あらどこ行った、すいません、下に、ちょっとこのバーに気づいてませんでした。ずーっと横に行くと、さっきじゃあパブメドのリンクもつけてくださいよということで、ここにこのさっきのヘモフィルスインフルエンザのゲノムのパブメドのリンクがありましたけれども、パブメドへのリンクも簡単にできてしまうと。だから皆さんお手持ちで個人で公開され管理されているようなデータをぜひこちらでウェブでいろんなリンクをつけていくような感じでやっていただいたらいいんじゃないかなと思います。でこれなんですが、閲覧する人は見るだけなんですが、作った人はこちらのショーというボタンを押していただきますと、それぞれのレコードが見えてですね、あれちょっと待ってよ、どうするんやったかな、エディットができます。ここの内容の修正とかもそれぞれのレコードにできますので、
あ、これか、エディットか。お、ノンレコードじゃない。下にあるのかな、あれ。エディットできます。とにかくね、ちょっとすぐできるんですけど、時間ないんで、そういうこともできますので、5分でデータベースができるというサービスとしてお使いいただけたらなと思います。で、ちょっと申し訳ないんですけれども、今日もしサンプルでお作りになったものがあったら、変えるときにディリートしていただけると嬉しいかなと思います。別にほったらかしてもいいんですけども、 よければ、さっきのこの管理画面ですね、こういう管理画面がありますので、ここで、ディリートってすると消すこともできます。で、これ今今日何人かお作りいただいたみたいでありがとうございます。で、これみんなの分、ゲストアカウントなんでみんなの分見えますけれども、これが自分のアカウントでやると、自分のデータベースだけが何個もこうやって管理できるっていう、ものです。で、ここまでやったところで、まあ時間が来ちゃったんですけれども、ちょっと、まあ、5分だけ延長して話をさせていただきます。ですね、ここまで行きました。で、今リファレンスにリンクをつけて、パブメドにリンクをつけましたけれども、やはり私たちの仕事のうちで、まあ、論文読むっていうのはものすごい大きなウェイトを占めてるんですが、この統合ドック、統合ドッククライアントっていうのは、皆さんがそのローカルでいろんな PDF を取ってきたり、パブメドを検索していろいろデータ論文を探したりするために、お助けになる、サービスです。で、これなんですけれども、ちょっとこういう貼り付けた図よりも実際に動いてるとこ見てもらった方がいいと思うので、簡単にデモをしますけれども、これも先ほどの、中の、統合ドックはツールと解析サービスっていうところにあります。統合ドックですね。で、これはオープン ID を取ってログインをしてください。私はオープン ID を持ってますので、オープン ID DBCS ユーザー、まあこういう形でログインをしますと、これオープン ID のサイン画面内にですけど、ここでいけるかな、こういうインターフェースになります。で、例えば自分の対象にしている生物種の、文献のリストを持っているっていう場合は、ここに、これか、そのパブメド ID のリストを選択して文章登録ってしますと、ちょっと小さいかな、こんな形に自分のその管理したい文書の一覧が出ます。またこういう文書の登録の仕方だけでなくて、検索して登録しようっていう場合もありますね。そうすると、例えば何しようかな、SOX2 とか遺伝子名で、まあ検索をして、文書の検索をして、これまあ普通にパブメドを検索しているのと同じ感じなんですけれども、この中で、チェックした、論文をこのシステムに登録していただきますと、どういうことができるかというと、これに関連する論文を推薦したりする、してするサービスがあります。で、さっきの、文書の中で、これとこれとこれとこれ、これについて自分のフォーカスに合っているので、それについて、おすすめをしてください。しかも、本日より、1ヶ月以内に、出た論文についておすすめリストをくださいというようなことをすると、
こういった形で、最新のものの、おすすめが出るので、自分がそのパブメドの中を苦労して探さなくても、もともとフォーカスにあったものが、推薦されるというような、やりになります。ちょっと今日は時間がないんで簡単になっちゃったんですが、これもさっきの統合テレビに詳しく、あれがありますのでちょっと見てください。文献だけじゃなくて、タグからおすすめタグを、さっき選んだ論文に関する、トピックというかタグみたいなものをあって、そのタグにをチェックして、このタグに関するもののおすすめをくださいというようなこともできます。あと、これはオンラインというか、私たちの、センターのサーバーでこういうことをしてるんですけれども、普通は自分のパソコンの中にいっぱい PDF がありますから、そちらを同様のことを管理と推薦をするっていうのが、こちらの、もうやっちゃった、統合ドッグクライアントというサービスもご用意しています。それも今日お配りした、これにちょっと概要が書いてありますので、ぜひお使い。ちょっとなかなかすいません、時間短くて良さが伝えきれたかどうかわからないんですけれども、これがもうすぐすると iPad で使えるようになりますので、iPad でもしもすでに論文読まれている方は、ぜひこれをこれのアプリをお使いいただけるといいかなと思います。で、最後にこれ簡単にご説明しますけども、もう今、特にバイオインフォマティクスとかっていうと、もういろんな方法があって、そしてかなり個別に難しいし、あと大量のデータにあふれて私たち生活していますので、日々いろいろ困ったことが起こります。で、それに関して質問をして誰か専門家が答えて、それをその知識として蓄えていこうというサービスもやっています。これがライフサイエンス QA なんですが、サービスといっても私たちはこの、土台を提供していて、いるだけで、ここに回答をしていただいているのはもう全くのボランティアの専門家の方です。例えばハウスキーピング遺伝子の抽出はについての質問に関しては、回答が、2つの回答があったり、こういう、異なる抗体を用いてチップセックで検出した2群間のピーク差を検出するソフトはありますかっていうのには、専門家が、回答してます。で、これは中身を見ていただいたらいいんですけれども、どんなことでも多分質問していただいたらいいんですけれども、一つ注意としては、多分 Google で検索してパパッと分かるようなことは、まず最初に Google で検索をして、それでも分からないことをこちらに聞いていただけるといいかなと思います。あとやっぱりこういうのって自分がじゃあそれぞれ専門分野があると思うので、まめでに見て、逆にその自分が回答者になるということが大事だと思うので、それのご協力もしていただけたらいいかなと思っています。で、ちょっと10分ぐらい長くなりましたけど、 DBCS からの発表はこれで終了です。ご清聴ありがとうございました。また次回、もうちょっと詳しくそれぞれできるような機会があると思いますので、その時にはぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。